浪越徳次郎は、香川県中田戸郡多戸津町出身の、指圧療放送死者。日本指圧協会元会長。名言は、指圧の心は、母心、押せば、命の泉湧く。7歳の時、北海道アブタ郡ルス村に移住。多発性関節リウマチの母の痛みを和らげたいという、一心から揉んだり吸ったりするうち、指で押すことで、 痛みが和らぐことを発見する。後にこの技術を指圧と名付け、多くの人にその技術を広めるため、1940年、東京市小石川区に、指圧学校を設立した。マリリン・モンローが、新婚旅行で来日した際に、イケーレンで体調を崩したモンローに、素手で触って指圧した、唯一の日本人である。このことについて、ナミコ氏は、そりゃあもう、 とにかく綺麗な方でしたよ。いつもより3倍くらい時間をかけてしまいましたと後に、テレビ番組の中で10回している。他にも、モハメド・アリア・吉田茂首相をはじめとした歴代の、内閣総理大臣、永久戦犯を裁いた東京裁判のジョセフ・キーナン、首席検事など、国内外の著名人を治療したことにより、日本は元より全世界に死圧を普及させた。 1971年には、無所属で、第9回参議院議員通常選挙全国区に立候補したが落選した。テレビドラマや、バラエティ番組などにも数多く出演。特に、天才、たけしの元気が出るテレビ。では、当初、あーははという豪快な笑い声から、あッはーなみこしの名前で登場。後に、ジェットコースターに乗った際に、普段の笑い声が消え、 あまりにも怖がっていたためそのリアクションからジェットナミコシと命名され一般人から発掘された福島出身の吉田十三とのコンビで知名度を上げた2000年9月25日午前3時7分に肺炎のため東京都文京区の病院で死去94歳母所は東京都文京区小石川三丁目の電通院寺の境内には 生前並子氏が寄贈した指塚がある。日本市圧専門学校は、同時の傍らに所在し、現在、息子、渡美が理事長を務めている。ありがとうございます。